北口運営駅は兵庫県赤市うねに横にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。地上駅時代の駅舎地上駅時代の改札口相対式2面2線のホームを持つ地上駅であり、京上駅舎を有している。旧駅舎時代は直営駅でポス端末で乗車券類を発売していたが、京上駅舎の使用開始と同時に無人駅となった。旧駅舎は 兵庫県原村最古の駅舎とされていたの、万丹線高流駅と鶴井駅。兵庫県の山陽本線の駅で緑の窓口がない二駅のうちの一つである。強常化後は無人駅となっているものの、駅事務室、窓口と友人改札のスペースが施錠して、カーテンを閉じた上で確保されているほか、アイコカなどの交通系、IC カードへの入金に対応した自動券売機と、 簡易型自動改札機が設置されている。2012年夏より、京城駅舎の建設が始まり、2015年頃の、竣工が見込まれていたが後期が遅れ、2017年10月より、全面的に使用開始となった。工事期間中は2013年3月から上り、本線外側に新設されたホームが、使用開始、2016年には、旧2番乗り場を転用した。 下り線乗り場が完成した。2017年7月の時点ではまだ京上駅舎の自由通路、南口側階段と駅事務室、改札口のスペースが完成していなかったため、一番乗り場には従来の駅舎への仮設通路が設けられていた。上りホームは線路に合わせカーブしており、列車がホーム側に傾いて入線する。当駅は原駅駅間の駅では、 唯一、自動放送が JR 京都、神戸線運行管理システム対応型になっておらず、A 楽型の自動放送となっている。そのため、列車接近音、さざ波の初期型放送が聞ける。LED 式列車案内装置は、改築前は駅舎内に1台のみ設置されていたが、橋上加後は設置されていない。上りは、日中時間帯は1時間あたり2本が停車し、 いずれも一駅隣の愛 o e 駅である。朝晩は姫路まで直通し、朝の数本の快速は京都駅園まで運行する。下りは日中時間帯は1時間あたり2本が停車し、そのうち1本が西隣の上氷駅、もう1本が岡山方面駅である。朝夕は岡山方面駅のみの時間帯がある。兵庫県東京所によると、 2019年度の1日平均乗車人員は246人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。西日本旅客鉄道 a 3用本線新快速、普通あよい駅うね駅上みご駅、阿こ鉄道阿こ鉄道線うね駅、富原駅 ABCD、兵庫の鉄道全駅 JR、三石神戸新聞総合出版センター、 2011年12月15日、63ページ。ISBN 9長7843億4300万6028。図説、日本の鉄道産業、山陰ライン全線、全駅、全配線第3巻京都北部、兵庫エリア川島形像、高段者、2012年、P8。 ISBN 9長7840億6295万1531列車接近をメロディーで JR 神戸線塚本姫時間交通新聞 P3 2018年9月15日から近畿から北陸岡山へ愛国家がご利用可能に西日本旅客鉄道標語県内最古の木造駅舎阿光の JR 名駅舎が解体へ引く朝日新聞 兵庫の鉄道全域 JR 三石 P6390153157 兵庫県統計所。ありがとうございます。